はい、皆さんこんにちは、水路橋のナディです。車を買う方法について結構いろんな人に聞かれるんで、車探してる人とかね、参考にしてもらえればと思います。僕の場合は日本におる間からメールで連絡をすでに取ってました。で、どこでそういう車とかを見つけたかっていうと、オートトレーダーっていう、日本で言ったカーセンサーみたいなホームページがあるんですよ、ウェブサイトが。調べ方はちょっとめんどくさいけど、なんか適当にこうやってポスタルコード入れてたら、だいたい距離半径何キロ以内のところのお店の車がありますよっていうフィルターをかけることができて、ユースとかのディーラーとかプライベート個人間の取引で何年式の何の車種のとか、あとは四駆にするかとか、いろいろ選べるんですね。こんな感じで車がバーッと出てくるんですね。これちょっと高いのばっかりですけど、ね、マックスプライスを例えば1万5000ドルにしたら、こんな感じでバーッと出てきますね。で、これは今プライベートもディーラーも含んでるんで、個人から買える車とディーラーでしか買えない車とっていうのが今分かれてる、一緒になってる状態だから、ここ僕って個人的にはプライベートじゃなくてディーラーから買った方がいいんかなって思う。その方が安全に買えるかなと思ってます。僕も実際に、ディーラーから購入しました。セラータイプね、プライベートを除外して、これ全部ディーラーですね。例えばこのジープ出てますけど、まあ、こういうのをこのお店に電話とかメールで連絡してみて、いついつ行きますとか、予算はいくらぐらいで、支払い方法は現金、カード、例えばファイナンシャルかけるのかとか、そういうのをやり取りして、細かくやり取りしてお店に行って購入するっていう形が僕が取った方法ですね。今エアビーから10分ぐらいのところにある中古車販売のディーラーさんにやってきました。ジップペイトリオットっていう種類のジープを中古車で買いました。結構広いしいい感じで、購入する方法、例えば BC ライセンスいらんのかとか、いろいろ疑問に思うことあると思うんですけど、いりません。国際免許証も日本の場合はいらんかな。買う時も日本の運転免許証、日本語で書かれた運転免許証を実際に持って行って、でコピーとかいろいろ取って、でその免許証で買いましたね。で、車の保険についても、で購入するって契約をまとめた後に、保険屋さんが、お店に来てくれて、お店とは別でその保険と直接保険さんと直接、お話しして契約をするっていう感じでした。こっちの場合は、ICBC っていう、インシュアランスコーポレーションオブブリティッシュコロンビアっていうね、この ICBC が一括で管理をしてる。で、運転免許証とかも ICBC にアポイント取りに行って、そこで、軽く面接とか面談して、顔写真とか撮って発行、運転免許証を発行してもらったりするんですけど、保険についてもこの ICBC が管轄してると。車のクオリティについては、日本で車を中古車であろうが買うっていうところとあんまり比べない方がいいのかなと思います。で、なぜ僕がこれ言ってるかっていうと、僕の買った車は、8年、9年型落ちの15万キロぐらい走ってる車なんですけど、運転席のケーキがあって、そこのエンジンアラートみたいなのがだいたい3日に1回ぐらい光るんですよ。で、これ調べたら、なんかリーク、エンジンガスがリークしてるみたいなことらしくて、でそれで買ったディーラーさんに行って修理をしてもらうっていうのを3回ぐらいしました。で、
あの結局、まあ、店側も自分もストレスかかる話だからっていうので、あの車屋さんに行ってもう1週間ぐらいポンと預けるから、もういろいろ試して修理してほしいっていうので、あの最後に行ってからは今1週間ぐらい経つんやけど、ランプはついてないから、まあ、こういうことがディーラーでも起こりうるっていう。これが例えば個人間での取引だったらそんな簡単にメンテナンスもしてくれへんやろうし、あの、まあ、僕の場合はそのディーラーが、まあ、もちろん無料であの毎回修理をしてくれてるんで、車を買うのであれば僕は、まあ、ちょっと値段が高いかも分からへんけど、ディーラーで買うことを僕的にはおすすめします。はい、いつもアセルファミリーご覧いただきありがとうございます。今回の動画で、まあ、カナダ移住者、これから移住しようと思っている人たちが、車を買うために必要なことっていうのをこの動画で話してきたので、もしね参考になったって思う方がいらっしゃれば高評価とか、あとは、サブスクライブをしてもらえるとすごい嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。